ドーミシー、はるか、ことね、まほ、私たちは控えめに言って最高、イエーイ。これ3件バートでーす、みんな買っておすすめしよう。これあのコラボ商品じゃないでーすということで今日の企画はプロダンサーなら運動神経もいいよね、体力テスト、イエーイ。まあね、私たちダンス歴まあ言うても10年以上心の中の本音ね。ダンスができるからといって体力測定が得意とかいう話じゃないんだよね。実は本当にそれは本当にそれはそれということでやっていきますか。はい、レッツ最高。まず第1種目目、上体起こし。30秒間の上体起こしの回数を記録する。中学生の平均は25回。スタート。まほさん、早い早い。琴音さん、必死必死。はるかさん、頑張れ頑張れ。第2種目目、長座体前屈。前屈姿勢をとったとき膝が曲がらないように気をつけ、靴を脱いで実施する。それでは用意スタート。はい、まほさんの記録3本半。やったー。用意スタート。はい、ここです。琴音さんの記録2本半です。よーいスタート。あちょさんの記録3/4です。やったね。第3種目目は反復横跳びです。説明は文字見てください。よーいスタート。第4種目目、立ち幅跳び。両足を軽く開いて、つま先が踏み切り線の揃うように立つ。両足よーいスタート。はい、ここです。待って待って、あ、合ってるわ。よーいスタート。第5種目目、背筋。30秒間背中を反り、その回数で記録する。スタート。え、でもさ、手とかある？ない。これ
おっと、ここで必殺技琴音さんの決め顔。はるかさんは逃げる、ひたすら逃げる。まほさんは姿勢がいい。結果発表、選手入場。皆様お疲れ様でした。それではまず上体起こしから結果いきたいと思います。こちらです。1位真帆さん、2位琴音さん、3位はるかさんです。続きまして第2種目目、長座体前屈です。結果はこちらです。また1位真帆さん、2位はるかさん、3位琴音さんです。このまま真帆さんが1位を切り抜けていくのか。第3種目目は反復横跳びです。結果はこちらです。1位2人います。琴音さんとはるかさん。なんと3位真帆さんです。ここから記録が大事になってきます。立ち幅跳び記録はこちらです。1位真帆さん、2位琴音さん、3位はるかさん。そして最後最近記録はこちら、はるかさん1位、琴音さん2位、真帆さん2位、2位が2位。それでは総合の結果が出たみたいです。1位はこちら、真帆さん、おめでとうございます。続きまして第2位は、はるかさん、おめでとうございます。皆さん今日は本当にお疲れ様でした。それでは最後に皆さんで挨拶をして終わりにしましょう。ありがとうございました。I'm gonna